はい、今ですね2月6日の、セミナーするんですけど、そこの会場の会社さんから連絡がありまして、まあ、最終確認という電話がありまして、まあ、入金も済ましてるんですけど、まあ、変更点はございますかということで電話かかってきました。特にありませんと。で、そうそう、で2月21日のついでで申し訳ないんですけど、2月21日も、空きありますかと、久保さんとセミナーするんで、まあ、聞いておきました。よかった、電話する予定だったんだけど。では早速ちょっと初ご飯食っていきたいと思います。ミスド、エンジェルだね。だいぶエンジェル感出てますね。すげえトロトロ。甘っ。しかもちょっとびっくりしたんですけど、このミスドコーヒーがおかわり自由と、なんか店員さんが配りに来ました。コーヒー何杯飲んでも OK みたいな。甘い、めちゃくちゃ甘い、めちゃくちゃ甘い、甘い、めちゃくちゃ甘い、甘い、甘い、とりあえず甘い。甘い、まあ、ちょっと歩けますね、これ糖分摂取したんで。ご飯食ってないけど、今ね5時です。5時の時点でノー飯。今日食べたのがお汁粉と、お汁粉ジュースとこれ、うん、ちょっとご飯食ってない。まあ、とりあえず糖分入れとけば、まあ、なんとか、なんとか、まあ、撮影しないといけないね。もう買い物も一つのコンテンツになるっていうね。買い物もすごいですよね。だって秋葉原って結構その外人の方が来てて、その来てるわけじゃないですか。でも、まあ、来れない人もいますよね。まあ、そんな人にお届けできるっていうね、素晴らしいですよね。 YouTube 秋葉原の街を、まあまあ人もそんな映せないので、まあ僕僕メインになってますけど、まあとりあえず秋葉原のミスドに関してはコーヒーを頼むとおかわり自由ってことが判明しました。ちょっとちょっとちょっと失礼します。ちょっとね、自撮り棒なくてもなんとかいけるね。なんとかいけますよ。いけるもんですね。いけるもん。これで撮れるね。まあ、鼻毛しか映ってないけど。これ飲んだら、ちょっとモニター探しに行きます。とりあえずソフマップにはなかった。これも仕事ですからね、僕。すごくないですか、モニターを購入する映像をお届けして仕事ができるっていうね。 YouTube すげえな。 YouTube 神ですね。買い物がコンテンツになるってなかなかないじゃないですか、これ。まあ、秋葉原っていう街もいいですよね。
外人のさんがいっぱい来てますから、じゃあ早速お仕事撮影撮影続行。あ、外人さんがいた。あ、噂をすれば外人さん可愛かった。今の外人さん可愛かったな。ロシア人だったな。ソフマップ、デジタルカメラ Mac。 ここ結構モニター置いているような気がする。ちょっと行ってみましょうか。モニター売ってるかもしれない。あ、モニター中古テレビ。モニター、中古がメインかな、ここ。前なんかモニターめちゃめちゃ置いてたような気がするんですけどね。あ、まあこれ、あれですね、パソコン部品が多いかな。ちょっとパソコンのそのあれが多い。ここはモニターらしきもの。あ、モニター、ここは知ってる、行ったことある。ここはモニター売ってんじゃないかな。お、すげえ、5万3000円だって。28インチ 4K が5万3000円。 4K 液晶、これなんだ、 IOI データ、5万3000円。激安 4K。 あ、すげえな、 4K で。あ、でもでかいな。あ、違う、これは違うか、こっちですね。 IOI データさん、 IOI データさん、こっちは違うモニターだった。